桜井亮太は、三重県桑名市出身のバスケットボール選手。身長194センチメートル、体重85キログラム、ポジションはスモールフォワード。日本人離れした高い身体能力と、身長に似合わない類稀な、ドリブルボールハンドリング力と視野の広さを持つ。また、高いディフェンス力と、豊富な運動量を持ち、長年北海道を、公主ともに支えている。 積極的にドライブを仕掛け、相手のファールを誘発することも得意であり、そこから成功率の高いフリースローで点を稼ぐ。ルーズボールには誰よりも、貪欲に飛びつき、ガッツ溢れるプレーで、ファンも多い。また、持ち味は、相手の深度に立ちオフェンスファールをもらう、テイクチャージ。このプレー等もあり、常に怪我が絶えない選手である。元バスケットボール日本 A 代表。 理想百杯日本代表。家族は父、母、姉の四人。姉の桃子も、かつてユニチカトヨタ坊職に所属していた。姉の影響でバスケットを始める。長島中央卒業後、四日市工業校に入学。高校三年生時のインターハイ初戦、斉藤、吉郎、松本玲、伊藤隆らを擁する強豪福岡大大掘り高を。 相手に37点をする活躍で番狂わせを起こしてみせた。そんな彼の名を一躍全国に知らしめたのが、高校3年生時のウィンターカップ。長谷川誠、田臥優太など数多くの名選手を輩出している、野城工業校を相手に51.7ブロックという大活躍により、ここでもインターハイに続いて大番狂わせを起こしてみせた。 またダンクでリングを掴んだまま回転する様からメリーゴーランドダンクとも呼ばれ全国区の選手へとのし上がった高校卒業後は愛知学泉大学に入学1年生時から東海地区西日本の各大会での新人王を受賞その後も最優秀選手賞などを受賞天気は大学3年生の時に訪れる日本 A 代表監督に NBA プレイヤーの トニー・クーコッチやドラゼン・ペトロビッチを育てたジェリコ、パブリセビッチが就任。彼によって未来の日本代表を担う大学生を集めたスプリングキャンプが行われ、その参加メンバーに選出される。このキャンプで監督の目に留まり、同年日本 A 代表候補に大学生として斉藤、吉郎、大宮博士竹内浄二・竹内康介、 菅谷徹らと共に選出される。その後ヨーロッパ遠征を経て、キリンカップバスケットボール2004第1回スタンコビッチカップに出場。その後、第2回のスプリングキャンプにも参加2005年の A 代表候補にも選ばれ、スタメンに定着。第23回フィバーアジア男子バスケットボール選手権大会東アジア地区予選に出場後、2度目のヨーロッパ遠征を経て、 キリンカップバスケットボール2005、キリンインターナショナルバスケットボール2005、第23回フィバーアジア男子選手権に出場。そして、この第23回フィバーアジア男子選手権において、オールアジアセカンドチームに選ばれる。スーパーリーグ2005から2006年シーズンには、新人ながらも、トヨタ自動車アルバルクの優勝に貢献。2006年、 日本で開催されるフィババスケットボール世界選手権に向けた日本 A 代表に選ばれる。2007年、レラカムイ北海道へ移籍し、初挑戦となる PG に挑んでいる。ターンオーバーとパーソナルファールの検証が課題ではあるが、高い身長と持ち前の攻撃力を活かしたゲームメイクをする。東の HC e 枠、世界基準の PG。 2008から09シーズン終了後にバットルへ武者修行を行った。2013年の NBL オールスターに選出されている。2019年4月10日のホーム栃木戦で連続試合出場記録が600試合に更新された。怪我が多いが常にコートに立ち続け、鉄人と呼ばれている。ありがとうございます。